プラブジンスクの紋章、プラブジンスクに残る教会プラブジンスクは、ロシアのカリーニングラード州南部にある都市。歴史的には、東プロイセンに属し、1946年までは、フリートラントインオストプロイセンの名で知られた。人口は、2002年全ロシア国勢調査によれば4480人。1807年に、 ナポレオン一世率いるフランス軍が、ロシア軍と戦った、フリートラントの戦いが起きた場所である。ポーランドから、カリーニングラード州へ向けて流れるラバ川沿いにある。バグラティオノフスクからは東へおよそ30キロメートル。この町は1312年、プルーセン人の征服を行い、プロイセン地方を支配していたドイツ騎士団が、 荒川を渡る洗い越しの場所に建てた町が始まりである。当時はドイツ語でフリートラントという名で知られた。1347年にはリトアニア大公国の侵入でひどく破壊された。1441年にはプロイセン同盟に加わり1454年にはドイツ騎士団と戦った。15世紀のこの時期、フリートランドは 織物など手工業が盛んな町であった。しかし1466年にはドイツ騎士団に破壊され、1553年の大火や1656年のスウェーデン軍侵入でも大きな損害を受け荒廃した。1525年にドイツ騎士団領が世俗化してプロシア公領となるとその一部となり、1701年にはプロイセン王国の一部となった。 1807年6月14日、ナポレオン・ボナパルトはこの付近で、ロシアプロイセン連合軍を破った。1815年のプロイセン王国の地方行政改革で、フリートラントは同盟の軍の中心となった。1885年には3182人の人口を数えた。第二次世界大戦末期の1945年初頭には、 赤軍に占領された。東プロイセンの北半分は、ソビエト連邦の領土となり、住民のドイツ人は追放され、ソ連各地からの住民が変わって移り住んだ。1946年には、ロシア語の真実から、プラブジンスクという地名に改められた。町の中心にあったカトリック教会のセゲオルグ教会は現在、ロシア正教会の聖堂となっている。 ありがとうございます。